今日は私から連続性複合材料に関連する解析手法、並び事例紹介に関しましてお話をさせていただきます。弊社は去年も同じテーマでウェビナーを実施したことはありますが、今日は、追加内容もございますので、去年聞かれた方と今度初めての参加者と共に新しい内容をお聞きいただければと思います。まず本題に入る前に、まずデジマというソフトウェア、そしてその開発元のエクストリームエンジニアリングという会社につきまして、簡単に紹介させていただきたいと思います。こちらのエクストリームエンジニアリングは、本部がベルギーにある材料とプロセスを対象とするソフトウェアの開発元です。そして2020年に MSC ソフトウェアに改修されまして、化学材料に関連する設計、そして検証を解析対象としまして、活躍しております。Digimap 以外に、材料のデータベースを管理するマテリアルセンターというソフトウェアも開発しております。こちらの Digimap とマテリアルセンターの間にデータのインポート、そしてエクスポートなど連携することが可能です。今回のセミナーのテーマは連続繊維複合材料なんですので、皆様はもうご存知だと思いますが、連続繊維を強化材としてよく使われているの、例えば炭素繊維、アラミド繊維、ガラス繊維など、いろんな種類がございます。そして、強化材の形式も一方向材、または織物や編み物、ノンクリープファブリックなど、いろんなファブリック、そしてこういうロット状なもの、さまざまな形式がございます。連続繊維複合材料の特徴としては、高強度で高弾性、弾性、そして必要な形に成形するのが特に一つの魅力点ではないかと思います。例えば織物は、その織パターン、そして 3D 構造などを考慮して、トレーピング成形で部品に製造される場合が多いです。またこういった組物も、連続繊維の状態で、ロトの形状のままで成形することが可能です。これらの特徴を持つので、連続繊維複合材料は自動車、そして航空機器など一部の金属製品を入れ替えることが可能となりますので、研究や解析の対象としても、かなり重視されております。こちらいくつの解析テーマを例として挙げておりますが、例えば、微子構造を考慮した。こちら、こういう織物の構造を考慮して、ミクロスケールで解析をしたりとか、よく生産上使われているトレーピング解析。今回の紹介の一つのテーマとなりました、この色素板などを対象とする仮想試験。こちら仮想試験は、生産上設計段階での予用地の決定に使われています。参加者の中もデジマとユーザーさんがいらっしゃると思いますが、デジマというソフトウェアは複合材料の、モデリングプラットフォームといいますが、解析対象、弾性、長性、連続性など、様々な形式の強化材とした複合材料に対応しております。その中、連続繊維複合材料に対応するモジュールは、こちらでございまして、デジマップ、マップ、デジマップ CAE、そしてデジマップ SE と VA です。
のデジマとマップと CAG はよく連携解析、他のソルバーと連携して解析を行うときに使われております。また FE の方は材料の微子構造と、この対象解析要素 RBE というものをモデリングして、特に氷構造を持つ材料の解析にかなり便利です。便利なツール。最後、VA というものが、積層複合材の設計の許容値を算出するための、仮想空間試験における専用のソリューションとなります。今日のアジェンダですね。今日のセミナーは主に、この、デジマと VA を先頭について、詳細に紹介させていただくのと、その後、デジマと FE、デジマとマップと CAE の基本機能と関連事例をついて話をさせていただきたいと思います。まずは、デジマ VA から、需要値と仮想、オープン試験をめぐって話をしてまいります。最初は、この複合材料のその背景的な話をしていきますが、皆様がご存知のように、連続複合材料はかなり複雑な力学挙動を示しております。各段階で特定な、破壊モードが発生します。層内レベルの繊維破断を、アマトリックス素材のブラックなど。そして、相関レベルでは相関剥離などが発生します。で、これらの各段階の破壊挙動を把握するために、特定な方法で観察、測定する必要があります。よく研究の報告や論文にも出ているこちらの層内破壊モードのこちらグラフなんですけど、樹脂もしくはマトリックス、樹脂、マトリックスの破壊繊維と樹脂の間の界面の破壊とか、繊維の収縮破断などを観察したりとかしております。こういった破壊の仕組みですね。金属などの統合性材料とかなり異なるところが、ではありますので、したかって、複合材料は各段階からの影響を受けますので、この材料特性に、かなり、作られたもののばらつきが生じやすいという特徴がございます。ここで、課題が現れました。で、連続繊維複合材料を部品として使われて、実際に量産される前に設計の段階で必ず強度などの特性を予測、予測、計算など必要がありますが、そこで許容値という概念が出てきます。この許容値を、設計に使用される特解を発生する可能性を減らすためのこの信頼できる値ということを指しておりますが、従来のやり方は安定したプロセスからの試験データから統計的に算出する材料特性を使われております。信頼できるこの許容値を得るためには大量の力学試験が必要ですので、非常に時間がかかります。その理由を説明していますと、まずは設計の変数がかなり非常に多いです。例えば、この積層パターン、レイアップのパターンとか、あと温度と湿度を含めた環境条件、そして試験の種類も、たくさんの種類がございます。こういうふうに様々な設計の変数によりまして、
まずは試験の回数がかなり、試験がかなり膨大になります。もう一つは、先ほど紹介したように、連続性複材料破壊モードが複雑ですので、この材料特性のばらつきです。こちら、書かれているように、材料特性とプロセス上、そして試験中のばらつきが、考慮しなければならないので、境地をまとめるのが困難となっております。で、こちらの境地の予測を便利にするために、ディジマと BA が開発されました。実際の試験の代わりにシミュレーションによって、この境地を計算することが可能です。特徴としては、例えば、この BA がデジマと、MSC のマークと連携しておりますので、非線形の行動解析が行うことができます。そして、ミクルメカニカルモデリングが使用されてますので、進展型破壊モデルも適用できます。こちらは平気、副材料について背景的なものです。今回の内容の中、この許容値というものがキーワードとなりますので、許容値って一体どういうものかというと、次の許容値を生成するための仮想テストの内容に進んではいります。この設計上、実は許容値以外に設計値という概念もありますし、生産に詳しい、皆様はこちらの内容に内容があると思いますが、この左側のグラフが示したように、緑の線が、この緑の線ですね、RTD の環境条件で測定したカーブ、そしてそのカーブにはばらつきもついております。で、そして実際にこの材料を使って部品が他の環境条件で使われる場合の係数をかけて、この、かけると赤いカーブに変換されます。さらに、安全係数を考慮しますと、こちらの B ベース、ベーシスというものに基づいて対応する点が、許容値となります。もしその上さらに安全範囲を考慮しますの、しますと、実際に製品に使われるこの設計値となります。これイメージ的なものですが、これらのこのばらつきとか、材料からもそうですし、プロセス、あと、スマートのポストプロセスなど、生じたばらつきを、考慮して、試験パラメータのマトリックスを定義する必要がございます。先ほど説明で出てきた B ベーシスという言葉ですが、これは材料の許容値を決定する際に使われる基準です。ただ今、BA は主に航空業界で使われるこの A 値と B 値、2つの値が計算の対象としています。この A 値と B 値の違いというのは、同じ材料強度の 50% の信頼度で、A 値の方は信頼水準 99% を上回る値で、B 値の方が 90% となります。これ、簡単に言いますと、A 値が B 値より厳しいということです。で使う部品にも異なります。で従来はこの A 値を B 値決めるためには、大量な試験が必要で、こういうふうに各強度で、破壊する試験片の結果を統計して、確率と強度のグラフを作成していました。試験による複合材料、この量値を決定するのをかなり難しい
という、はい、先ほども言いましたが、こちらのグラフ、飛行機の部品の生産を例としまして、まずこういう小さい、試験品からのテストから始まります。そして要素、このエレメント試験というものですが、エレメントテスト、サブコンポネントテスト、一連のテスト試験を通しまして、最後に、製造にたどり着きますが、この材料を選び出すの最初のステップ、試験量かなり大きいですね。そして、試験をするために時間と費用のコストもかなり高くなります。コストダウンをするためには、この段階の効率を向上するのがポイントとなります。でここで考え出されたのが、仮想試験の、仮想材料試験という方法です。こちらの仕組み、材料定義、先ほど、言いましたいくつ考慮する、要因です。材料の定義、そして積層パターンと試験パターンと環境条件を材料をデザインして、次にパラメータを与えて、FEA の解析より仮想の境地を求めます。ジジマと VA はこういう仕組みの考えで開発されました。目的ですね。皆様はもう経験があると思いますが、乾燥、一層の材料物性なら、比較的に手に入れやすいですね。で、こういう手に入れやすい炭素の特徴的な物性値から、積層板の予測、積層板の境地を予測することは、その手法の目的とします。こちらのメリットとしては、開発段階で大幅な時間を節約、設計のサイクルのもう早い段階で高品質データを得ること、またコストも大幅に削減できることと、こちらは仮想試験ですので、デザインのスペースの拡大といったところもございます。でこちらは、今まで紹介したのは、ディジマットというモジュールの背景となりますが、ここからは実際の GUI を皆様に見せながら、この材料窮地をどういうふうにまとめているのか説明してまいります。ワークフローについてですね。こちらが VA の起動の画面です。今日のセミナーは、基本的にディジマートの一番、ディジマートの 2021.2、こちらのバージョンに基づいた話です。これが開いた画面ですね。この画面を見ますと、操作もかなり理解しやすくて、こういった一歩を進む垂直型素粒子と言います。こういう進み方です。上にいくつのタブがございます。テスト、マトリックスとシミュレーションと最初の境地のところ。その下にも小さいタブがございますが、材料マトリックスのところは、材料定義といくつのパラメータとバラつきの設定がございます。シミュレーションの下に、FEA の色の設定するところがございます。最後は、リポートを出すところです。かなり簡単な構成となっております。一つ一つ、皆様に説明していき
たいと思いますが、まず材料の定義です。こちら、材料マトリックスの下にこういくつの、項目がございますが、まず材料の定義ですね。ただいまのデータベースの中にすでに入っている材料の材料が5つがございまして、そのまま選ぶか、新しい自分の材料を追加する際には、こちら、Define New Material のところが次第に定義する。これただ、母材と強化材の種類の名前も、あと、材料のタイプ、系と VF、と一つ重要なのが、厚み、厚さの参考値を、ここを入れますと、後に変更ができますので、その後の計算すべてこの厚さの値に基づいて計算されますので、ここで必ずしておいて、こちらは、ただ材料の定義で、特性はまだの、ございません。次に、適層のパターンです。テーマデフォルトが用意しておりますが、自分の新規追加で、適層パターン、を追加することもできます。何種類の地方鋼材など混ざっている場合も、こちらハイブリッドチェックします。いろんな種類のマチリを追加することで、ここで配合角度の設定、対象設定、こちらのもので定義することできますが、で、まあ、手間がかかると思えば、こちら一番下の基礎構成式から作成することも可能です。作成完成しましたら、右側に理由がどういうものが設計されたのか、ここで確認できます。それ以外に、たまに使われているところも あると思いますが、こちらのカーペットプロートという手法で、こちらも積層パターンの定義方法なんですけど、積層板の強度と剛性が積層による変化を表示する方法です。こちらも対応することが可能です。次に積層パターンですね。テストのところに同じくプラスをしますと、このクリートテスト、クリエイトテストという画面が開かれます。ここで、こういうテストをされるのか、試験のタイプ選択できます。そして、試験編の寸法なども変更する。現在のデフォルトの基準から、この場合もここで選択してカスタマイズも可能です。今のバージョンでは、適用可能な試験は、こちら引っ張り圧縮試験の、切りかけなしと、フィールドホース、シングルシュアベリング、オーブンダブルシュアベリング、シングル、こういう見方ですね。シングルシュアベリング、こういう、引っ張り圧縮両方対応しているのと、曲げ試験が新しく追加された試験のパターンです。3点曲げと4点曲げに対応しております。これが試験の。最後に、環境条件。環境条件もデフォルト参照で用意しています。新しい追加するときは、Define New Environment で、温度と湿度を入力して、新規作成。
ここでデフォルトデータベースで材料と種類、構成式がよく使われている4種類と、試験方法、こちら、したように。で今、ご用意しております。その上に、データベースに新しいデータ、例えば材料、レイアウト、試験パターン、環境条件、その後にまた出てくる材料モデルも、FEA の設定まで全てデータベースで、編集、追加、削除などの案ができます。ここまでテストのマトリックスの定義が完成しましたら、最初の画面の左下に、こういう表みたいなアイコンがございますが、これをクリックしますと、ただいま定義したものを全部ここリストして、表示されますので、これから実施する解析の試験パターンなど、積算パターンなど、環境の条件など、ここを確認することができます。間違えましたら、チェックを外したり、ここから削除をしたり、もしくは一部の試験を先に行うことも、ここでコントロールすることができます。次に、ばらつきの設定ですね。こちらのばらつきの設定は、VA を使用する一つかなり重要なポイントとなります。ばらつきの設定の下に、ちょっと見づらいかもしれませんが、4パターンがご用意しております。その4パターン、一つ目は、No Variability。ばらつきなし、考慮なしの解析。そのまま、計算する。二つ目は、スタンダード。Scenario according to your handbook. Handbook による標準的なシナリオ。こちらの手法を選びますと、表示が計算、ちゃんと計算されます。と、パラメータ、パラメーチックスタディ、ばらつきにおけるパラメータのスタディも行うこと。最後に、ディフェクトスタディ。地形変の結果などの影響を予測パラメータスタディ。こちらどういうものか、ちょっと皆様聞いても、名前を聞いてもイメージが出てこないかもしれないんですが、その後ちょっと話を用意してますので、まずはこの2番目のデフォルトの選択肢ですね。スタンダードシナリオの手法。これを選んで、その後の一連の設定について話をしていきます。こちらを選択しますと、この入力するところが出てきます。このバッチス、ペナスとスペシモン、今323となっておりますが、これは試験編、これ最初の原材料と試験編、例えば冷えパンが作成、作られたところと試験編を切り出したところ、3つのレベルでばらつきが生じると考えられていますので、この3つのレベルごとに材料特性制度プロセスと試験レベルにばらつきを定義していくことと言います。例えば、皆様が手元にこういうばらつきのデータ情報があると思ってします。この中には、母材のヤング率、母材の強度、和食強度、汚染源特性、あと製造プロセスの方、何かあると言いますと、この強化剤の BS、
体積含有率なのと、湿気の方というものかというと、この繊維の揺れなどが考慮できます、ね。なので、ここで設定しますと、各バラ的にその後、こちらの画面ではないんですけど、その FEA の画面で定義、それぞれのパラメータに対応する、こちらの指標が出てきますので、それぞれ対応して設定することが可能です。これ従来ですと、こういう先ほど紹介した各パラメータで、一つ一つで試す必要がありますが、例えばこの CMH17 の複合材料のハンドブックから推奨の手順を比較しますと、VA を使うことで、より多いテスト、で、1週間の完成、できますと、時間と費用のコストを大幅に削減されます、ね。これが一番大きなメリットです。でここまでは設定のところ、基本設定が完了しますので、次に FEA の解析に進みますが、ここ FEA のところ、シミュレーションの下に、材料モデルと FE アナリシス、二つの内容に分かれている。材料モデルってどういう内容かと言いますと、材料のカリブレーションが行うところです。新しい材料を使う際には、必ず毎回カリブレーションが行う必要がございますので、こちらの話をする前に、この一つの機能をまず紹介させていただきたいと思います。この同じ材料モデルの下にございますが、最初の画面で、左側にもう一つのこのCLT アナリシスというところをスイッチオンしますと、ここで何が出てくるかと言いますと、古典積層理論に基づいて計算されます。で、ここで大体この材料定義でどういう結果が得られるのか、まず確認することができます。計算される内容は、合成など、積層板レベルの合成など、あと、破壊の強度、そして、CTE と CME の熱膨張ケースと、流水膨張ケースも計算されますが、こちらもデフォルトではないので、必要な場合は、事前に材料モデルの方に定義することが必要となります。そしたら、ちょっと話戻りますと、その材料モデルのカリブレーションの話です。これは FEA の実行する前、解析実行する前に行うですが、手順としては4ステップです。簡単に言いますと、材料、新しい材料モデルの新規作成、試験データをインポート、カリブレーションを実行すると結果確認、このステップだけなのです。で、最初のところ、新しい材料モデルを作成する際に、こちらで、Create New Material モデルから、こちらは3種類の材料モデル、大きなタイプですね、用意しております。で、その後、試験のデータ
インプットするところが現れますが、ここで使われる試験のデータです。必要なデータは標準データ。この各企画に基づいた試験から取得できます。こちらの画面示したように、今選択されているのは Advanced PFA という材料モデルで、その中に必要な材料パラメータを見ていきます。圧縮を使うの、基本のジャングルと熱と急性膨張に関連する情報。で、視野、前段、さらに、まあですね、基本的なものと、あと最後に、材料、一番基本的なパラメータ、例えば、密度、アングル、そういったパラメータ。すべて、入力済みましたら、右下にカリブレートアテリアモデルでしますと、自動的にこの右側にあるアテリアモデルで入ります。それで、カリブレートされた結果を確認することができます。で、ここまで、モデルのカリブレートマーチですが、先ほど言いました、この積層材の、これらのデータどこから手に入れるかと言いますと、一つの例としては、こういう、データシートが、ございます。こちらのデータシートから、パラメータを手に入れることが一番よく、していることです。ここから試験結果の入力、アクションの入力です。その後に、粗付きの設定ですね。ちょっと分かりづらいですけど、粗付きの設定はこちらで行います。粗付き最初のところではなく、FEA、シミュレーションの下の材料モデルの下の内容となります。粗付きの設定は、1方向材、ユディラインと、ポリ構造のボールの方、この2種類がございます。ポリ構造の方は、ユディラインと、ちょっと、項目が増えたところがございます。この縦糸と横糸に応じて入力する必要ではないですけど、設定するところが増えます。増えてます。必要なパラメータを、応じまして、ここで数値を入れますと、前のチェックする必要があります。チェックを入れますとアクティブ化しますので、これら選択されているパラメータが後の解析に使われます。すべて入力必要はありませんが、いくつ選択してするだけで大丈夫。また、材料のマテリアルモデルのところを完成しましたら、次に FEA アナリシスの方で FEA のモデルの作成に入ります。こちらの画面ですね。FEA のパラメータ、どういう解析、どういうふうに解析をしていく。例えば、メッシュのパターンとか、メッシュの正サイズとかも変更することが可能です。こういう
こちら例としては、オープンホールの試験ですね。デフォルトこういうメッシュパターンが作成されますが、穴の周りに、それより、細かいメッシュで解析してほしい場合は、こちら、メッシュのパターンとサイズを変えて、解析に適用することが可能です。かなり、細かくまで設定することをします。その後は、条文実行で押すだけですけど、先ほどのテストマトリックスのたくさんのジョブが作成されますので、10何とか30、かなり時間もかかります。こちらの計算は自動で、順番で、確認することもできます。計算が終わりましたら、総許容値ができますが、こちらは3つのレベル、コスト処理。グローバルコスト処理では、グラフとチャートの形式で解析結果の全体、すべての結果が表示されます。その内容は、強度と平均値、HB など、すべて含まれております。次に、ローカルの方は、各試験編ごとで確認すること。各試験編ごとで、時間ステップごとで、各成分を確認すること。この中に、例えば、真菌型発体を選んだ場合は、かなり細かくまで、各段階で、こういうふうに破壊していくのも、どの層が最初に破壊したのも、確認することができます。最後は、必要なものを選択して、レポートを出します。で、これが、用地まで計算するまでの操作の順番になります。先ほど、ラーチ機能設定のところです。先ほどの話はスタンダードシナリオを選んだんですけど、その下にあるディフェクトスタートというものがどういうものかと言いますと、これを選びますと、F アナリシスのところ、こういうディフェクト、欠陥を設定するところもが出てきます。こちらを選びますと、許容値など計算がされません。欠陥の分析だけが行われます。例えば、試験編の中にこういう欠陥があることかなり多いと思いますが、繊維の面外方向のうねりとか、あと、腸管阻害のボイドと食器剥離の AFP の連携処方による有利剤の隙間とか、こういった欠陥に対応しております。こういう欠陥がございまして、その材料の特性にどういう影響が与えられるのかを分析する方法となります。この欠陥からは予知の範囲に結ぶようになる。ただし、この1回の計算では先ほど言いました、この欠陥の1種類のみに対応しています。一緒に、その下に1種類のみですけど、この欠陥を表現するパターンは複数で設定することは可能ですし、あと、こちらもパラメーターどういう分布にしているのかも、ここで設定して、テストのマトリックスを選択しますと、簡単にパラメータスタディが実行されます。これがサンプル数の定義するところと、サンプルどういうふうに分布されているのか、確かすぐ。で、ここまでが GUI 上の操作の
紹介となります。BA を使ってどういう解析実際に、できますかと、事例紹介をさせていただきます。まず、こちら一つ目の事例は、各試験パターンと環境条件で生じる誤差の比較という解析です。試験のパターンが4パターンと、環境条件が2パターン。これでどういう誤差が生じるのかを比較しました。こちらの RTA の環境条件と、HW で、こういうふうになります。で、また、灰色のところは試験結果です。これは BA の結果と試験結果に比較して誤差がかなり小さくて、マイナスプラス 6% 以内に収まっているということを証明しました。次に、あと、予測ができます。例えば、RTA 一つの環境条件補正だけしている場合、環境条件を変えますと、補正額と変えていくのを予測する解析です。最後の結果も、BA の結果と試験を比較して誤差が 4% 以内。オープンホールの方はちょっと大きいんですけど、異なる環境条件のから、境地を推定すること。また、これは、こちらの実験、事例の中は、BA を使いまして、強度と剛性の予測。こちらも実験の結果の検証も行いました。解析で、やっていることはほぼ同じような感じで、BA の結果と予測、こちら予測値と試験値の比較、最後に、比較しております。これもエラーが、エラーの最大値としてで最初値を示したように、かなり試験値と一致しております。BA を使ってこういった、解析をすることが可能です。皆さんに紹介したいと思います。2年までもかなり長い話をしてきましたが、次ですね、リジマと FE について概要と事例紹介をしていきたいと思います。こちらのモジュールです。FE は、ミップルスという、特徴、ですが、ミクロスケールで構造、この、不構材の構造を作成して解析を実施するモジュールです。特徴としては、微子構造を考慮してモデリングすることが可能というところです。なので、介在物が一種類ではなく多数の点在物、例えばこのグラフの中はこう丸い緑色と、赤色と、あと、青色、3種類の添加物、形状も異なるんですけど、これ、にも対応しております。そして、他、外面層など、よく複合対応に、重視されているところの特性なんですけど、こちらもモデル化することが可能です。メッシュの方はテトラメッシュ、もしくはボクセルメッシュで、こちらをモデリングによって違いますが、メッシュの設定することが可能です。
解析の方は構造熱、解析と熱電気伝導解析対応しております。イメージとして FE での作業は、こういう流れとなります。最初のところ、形状を作成して、次にメッシュ作成と、解析実行前の処理と、郵便予測、解析実行すると、この後は処理を使います。まず、皆さんも操作一番必要なのが、じゃあ、形状の作成というところですね。FEA を使ってどういう解析ができますかと言いますと、こちらの事例では、繊維にうねりを考慮した有力素材の圧縮強度。有利材が製造された際に、繊維がちょっとこう、うねりが入っている状態で製造を作成される場合もあると思いますが、こちらは、繊維の大量の欠陥とされまして、大きい影響を与えます、大量の土地に。ですので、うねりの、プレツ、うねり大きいマグが一番理想的に一方向に選んだ状態から設定して、こう局部の圧により、UD 台の圧縮強度 17% 以上したという直接な影響が、解析で分かりました。ですので、こちらの使い方では、このうねりがある場合、合成低下するタイミングを指示できますと、ミックルレベル、の圧縮の破壊モードを把握できます。次に、ポリポロを簡単に作れるのも FE の、一つの特徴です。一番簡単な、ポリポロと、ちょっと複雑な 3D のインター現在も流行っているこのノンクリップファブリックに対応しています。例えば、構造を作るときに、縦糸と横糸を設置して、そのパラメータを指定することで、こう、ポリコードが作成されます。これを元にして、RBE が作成されますので、ボクセルメッシュにしまして、解析を圧縮します。こちらの事例は、ポリコードが3種類の平織りと綾織りとザーティングの3種類の織りコードで、力学特性に、影響が出ているのかを見る解析ですが、その結果は、折りパターンで比較性、ここは断性領域だけなんですけど、合成に影響が出ていることが、解析上で確認できました。次に、キュアリングもよく出てくる解析のテーマだと思いますが、複合材料の力学に大きな影響が、これもよく、考慮されています。その、キュアリングモデリングをする際に、繊維と、特に樹脂、光合成の熱、断性剤の材料モデリング、効果特性の強化、熱膨張ケースの範囲とガラス転移温度範囲、粘弾、線と線の変化、あと解析手術など、
かなり多いパラメータを考慮すること。で、キュアリングモデリングを作成することができます。ここで、選択できる材料がここに示したようにありました。こちらの解析は、比較的に簡単でミクロスケールレベルの解析ですが、特徴を言いますと、一度分かっていなかった未知の樹脂の特性から、一回求めば任意の繊維、他の繊維を入れ替えて、こう、組み合わせることができます。そして最後の内容となりますが、ディジマとマップと CAE の事例、代用と事例紹介内容です。マップと CAE です。マップはというモジュールを送りますと、かなり簡単で、このマッピング専用なモジュールです。メッシュが異なるモデルの解析結果をマッピングする際に使われて、一番多いパターンは樹脂誘導解析などのメッシュから行動解析をメッシュ、いろんな情報、解析結果をマッピングできます。例えばトレーピング解析、眼振の整形解析、マッピング、使われると、繊維、複合材料の場合は、小繊維、複合材連続繊維複合材料の場合ですと、すみません、こちらは、繊維ですね。繊維配合、繊維長と繊維含有率などデータマップにします。樹脂誘導解析、連続繊維の場合はトレビング解析がよく、他のソースラボと連携して解析を行われますが、パムトムなどファンのある PM 解析に。こちら、ではこういうトレーニング解析データのマッピングです。ピングする際には、ドナーメッシュと、こちら、ミシーウィングメッシュ、この2種類のメッシュ、必ずありますので、このトレーニング解析、繊維配合が入っているデータを構造メッシュにマッピングする目的にします。マッピングできましたら、こう、配合、構造のメッシュごとに繊維配合のデータがマッピングされますので、確認することができます。具体的な事例を紹介していますと、材料サプライヤーさん、まず、こちら使われているのが、射出台の PL6GF30。で、機材は、モブのことです。で。これは、材料モデルと、試験の比較検証を行いました。で、比較を、言いますと、応力と歪みの曲線と荷重変異の曲線もしましたが、かなり試験値と一致して、結果としては、かなり優れた可能性、相関性を持っていじまつめる可能という結論。もう一つは、この、自動車の B ピラーの CFR 台、CFRP の積層合材入れ替えの事例です。合材はエポキシンの樹脂、繊維はカーボンファイブラーです。積層台ですので、積層パターンも分かれております。
こちらの違法性の材料特性を予測することより、これ強度が基準に達してますので、入れ替えることで約 6% の軽量化が成功した成果が取得しました。遠征解析の最後の一つの事例です。こちらも自動車部品に関する事例です。トレーピングですね。トレーピング解析から繊維配合を転するとシートのその厚さの情報が出てきて、この情報が使いたいので、マッピングを使用して、シェル要素にマッピングして、ディジマと CAE 構造解析、他の証拠を連成して構造解析を実施しました。成果としましては、この違法性特性を使って解析を行うことと品質が向上しました。まとめて言いますと、CAE、なぜかマップを使用する必要があるかと言いますと、繊維の違法性などを、遠征解析に持ち込みたいとき、かなり便利ツールとなります。最後に皆様に簡単に紹介、したいのが、今後の実装する予定の新機能ですけど、ディジマと CAE は今後のバージョンが RPM の制定における初期効果の処理解析が対応することが可能となります。GUI 上は、3RTM の結果ファイル、効果度と温度を含めた、こちら結果ファイルをマッピングの対象に対応することとなります。そして、マッピングで効果度をマッピングした後、このトップファイルとして保存可能となります。CAE での、効果度のファイルのインポートも対応可能となります。ただし、こちらの、機能を使用するには、ライセンス上、トレーピング解析機能が必要となります。ですので、他のソフトウェアも、こちらの RTM を成形する際に、初期の段階でどういう処理が発生しているのか、こちら下のグラフのイメージを示しておりますが、こちらの段階での解析。本日のセミナーの内容は以上となります。